りヒントないよね。おう、だいたいどっかしら並んでるから、2024シーズンのクルーユニフォーム、東京エンパワーユニフォームをここでご紹介させていただきます。それでは皆さん、大きな拍手で両選手をお迎えください。背番号4、丸山和也選手、そして背番号33、内山壮真選手。さあ、丸山選手どうぞ、そして内山選手もどうぞ。さあ、色鮮やかな来シーズンのユニフォームに身を包んだ丸山選手、内山選手ですが、2024年は東京ヤクルトスワローズ、ヤクルト球団創設55周年という節目のシーズンであることから、球団の歴史や伝統を感じながらも現代の姿を追求したデザインとなっております。それではそれぞれのユニフォームをご紹介しましょう。まずはエンパワーユニフォームです。来シーズンの東京エンパワーユニフォームは球団のヘッドマークにも使われている緑を採用し、これまでのエンパワーユニフォームと違った新しいエンパワーグリーンをユニフォームと言います。東京エンプロジェクト東京シリーズで全勝しましょう。それだけもらった。やってた。続いてクルーユニフォームです。伝統のカラーであります水色を採用しました。水色は1969年から98年までデジタルユニフォームに採用されておりましたが、26年ぶりの復活となります。このスワローズブルーを身にまといファンの皆さんと共に戦っていきます。来シーズンもぜひこの神宮球場で選手たちの活躍を期待しましょう。行く？タイに荷物どうしようかなって。それではここからマイナビプレゼンツマイナビドリーム抽選会に移ります。俺の方どっちかわかんないけど、タイにか株式会社マイナビは2008年より東京ヤクルトスワローズをサポートしています。入れづれえな。マイナビは応援するあなたを応援します。いや、これでいいんだ。チェーンスワローズ、なんか買いに行く？荷物持ってきたから持ってていい？さて、株式会社マイナビは2008年より東京ヤクルトスワローズをサポートしています。応援するあなたを応援しています。今聞いていただいたこのキャッチコピー、東京ヤクルトスワローズはもちろんスワローズファンの皆さんも応援しています。そして今年初めて東京ヤクルトスワローズファン感謝デーに特別協賛いただきました。2台でわかんねえじゃん、何があるか。それでは本日神宮球場入場時に皆さんに手渡された袋の中に皆さん前髪のチラシが入っていると思います。入場の際にお渡しいたしました。袋の中皆さん見てください。マイナビのチラシが入っていると思います。危ねえ。ビジョンに撮っているチラシをお手元にどうぞご準備ください。このチラシの下の部分にスロットのイラストがありますが、その真ん中がマイナビのロゴマークの方、マイナビのロゴマークの方、当選です。当たりです。おめでとうございます。当たりは頑張って戻ったもん。15名しかいません。それは15名の対象となります。150とかだったら分かるけど、ください。15は少なすぎる。15は少ねえよ。その15名の当選者の皆さんにはこちらにご用意しました東京ヤクルトスワローズ選手サイン入りグッズをプレゼントさせていただきます。やばいじゃん。あれすごいですね。このスロットの絵の横に1から15の番号が振られておりますので、番号の方を皆さんご確認くださいね。スロットのイラストがマイナビのロゴマークの方ですよ、はい、そして1から15の番号が振られております。それでは今から抽選を行っていきます。内山選手、丸山選手に抽選券のくじを引いていただきます。よろしくお願いします。まずはサインボール7名を選んでいきますが、丸山選手引いていただけますか。よろしくお願いします。まずはその丸山選手のサインボール、当選番号お願いします。
お願いします。6番です。はい、丸山選手、サインボールは6番の方。続いて内山選手のサインボールです。9番です。はい、おめでとうございます。さあ、ここからは丸山選手引いていってくださいね。続いては奥川投手のサインボール。何番でしょうか。1番です。はい、ありがとうございます。1番の方です。続いて田口選手のサインボール。11番です。はい、おめでとうございます。続いて青木選手のサインボールです。8番です。はい、おめでとうございます。そして村上選手のサインボールとなります。イエス。14番です。はい、おめでとうございます。最後は山田選手のサインボールです。3番です。はい、3番の方が当選です。おめでとうございました。続いて3位にレプリカユニフォーム3名様に当たりますが、内山選手から選んでいただけますでしょうか。まず内山選手の3位にレプリカユニフォーム。4番です。4番の方、おめでとうございます。続いて田口投手の3位にレプリカユニフォーム。7番です。7番の方、おめでとうございます。最後は高橋慶治投手のサイン入りレプリカユニフォーム。15番です。15番の方、おめでとうございます。じゃあまだありますよ。サイン入りバット3名様に当たります。丸山選手から引いていただきましょう。丸山選手のサイン入りバット。2番です。2番です。おめでとう。続いて塩見選手のサイン入りバットです。10番です。10番の方、おめでとうございます。続いて山田選手のサイン入りバットです。さあ、何番でしょう。5番です。はい、5番の方、おめでとうございます。さあ、最後になりますけども、最後はサイン入り選手使用品同等の新品ヘルメット2名様にプレゼント。内山選手が、まず青木選手のサイン入りヘルメット、当選番号お願いします。13番です。おめでとうございます。村上選手のサイン入りヘルメットは12番です。12番の方、おめでとうございます。やだよ。ご当選された皆さんは当選チラシを持って球場正面のマイナビ特設ブースへお越しください。ファン感謝デー終了までにお越しくださいね。お待ちしております。さらにマイナビから CS フジテレビ1でこの中継をご覧いただいている皆様にも視聴者プレゼントがあります。丸山選手、山田選手、村上選手のサイン入りレプリカユニフォーム、村上選手、山田選手、内山選手のサイン入りヘルメットを1名様にプレゼントさせていただきます。今テロップに出ている応募方法でぜひ皆さんご応募いただければと思います。あれ出てますか。はい、ありがとうございます。また本日球場正面のマイナビ特設ブースにて、アンケートに答えると参加できるガチャポンチャレンジを行っておりますので、まだ参加されてないという方はぜひ参加してくださいね。また球場内のマイナビ特設ブースではマイナビ東京ヤクルトスワローズのコラボロゴ入りパーカーが当たります。チャンスがありますので、ぜひお立ち寄りください。以上でマイナビドリーム抽選会終了となります。丸山選手、内山選手、どうもありがとうございました。どうぞ拍手をお送りください。マイナビは応援するあなたを応援します。チェーンソローズ。いつからだろう、未来が見えなくなってしまったのは。周りを探しても答えはない。あなたの可能性はあなたの中にあるものだから、進もう。一歩ずつ、やりすぎてもいい、はみ出してもいい。未来を、自分を一緒に変えていこう。マイナビ。
東京ヤクルトスワローズのマスコットキャラクターつば九郎のウクレレ第2弾つば九郎&つばみウクレレが BS フジショッピングで発売中です。今回はつばみちゃんもデザインに加わりましてさらに可愛いデザインになりました。ボディートップ面にはつば九郎とつばみのイラストとサインがレーザータッチで描かれておりましてヘッド部分にはヤクルトスワローズのロゴも入っています。さらに前回同様つば九郎のオリジナルインレイも施されましてペグ、ナット、サドルやブリッジなどのパーツ類も充実しています。音色がしっかりとした本格ウクレレです。これからウクレレを始める初心者の方にも最もおすすめのポピュラーで小ぶりなボディサイズソプラノウクレレを採用しております。細めのネック仕様ですので手の小さな方でも弾きやすくなっています。ウクレレ専用ケースと東京音頭の弾き語りコードブック付きのつば九郎&つばみウクレレは初回生産限定150本となっています。第1弾からバージョンアップしたつば九郎&つばみウクレレ詳しくは BS フジショッピングをご覧ください。